どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。昨日ですね、夜中散歩しててファミリーマートに行ったんですけれども、そしたらめちゃくちゃうまそうなデザートがあったんですよ。で、まあなんかいちごの、ファミマのいちごのデザートだったんですけれども、まあということで今日は今からそれを買いに行こうかなと思います。うまく届かないな。はい、まあということで夜なんですけれども、早速いただこうかなと思います。このね、練乳いちごパフェ、これいちごに練乳つけて食べたことがないんですよ、今まで人生で。で、なんかそれを前配信で言った時に驚かれたんですよ。で、なんでだろうって思って、でもいちごコーナー見ると必ず練乳ありますよね。へーっていう、ちょっと初です。いただきます。練乳いちご、うわ、絶対うまい。いただきます。今ね、夜中の2時なんですよ。ね、さっき動画撮ってたのが4時ぐらい、夕方の4時ぐらいだったんですけど、まあもう1日の終わりということで、もう結構疲れてるんですよ。染み渡りますね。うわ、これ、うまそう。いちごよりうまい。いちごはね、いちごジャムで食べるのが好きなんですよ。何層にもなってるじゃないですか。で、一番下が多分プリンというか、プリンみたいな。なんかムースみたいな。これ一個でいろんな食感が味わえるし、うわ。これイチゴか？イチゴよりうまいんだが。そうだ。俺レシート捨てたかもしんないわ。なんかこれ買うと、次回無料のレシートもらえるみたいな。あ、ある。ある。ファミリーマート専用30円割引券。なんかあとコーヒーゼリーみたいなやつもあったんですよね。それもちょっと気になったんですけど、あれもチルドデザートかな？うまかった。ファミリーマート練乳いちごパフェでした。